ユリアン・ナーゲルスマンは、ドイツ・ランツベルク・アムレヒ出身の元サッカー選手、現サッカー指導者。ブンデスリーガの FC ・バイエルン・ミュンヘンの現監督。地元アマチュアクラブの FC ・イッシングの育成部門出身。その後 FC ・アウクスブルクのジュニアユースを経て当時、ドイツ・ブンデスリーガ2部に属していた、TSV1860 ・ミュンヘンの U17、チームに移籍。 2006から07シーズンに同クラブのセカンドチームへ昇格するも、負傷の影響で試合には出場できなかった。2007から08シーズン、フルス FC アウクスブルクのセカンドチームに移籍する、ものの公式戦出場はなし。膝の負傷によって2007から08シーズン途中に20歳で現役を引退した。シーズン途中での引退発表のため、クラブとの契約が残っており、 当時アウクスブルクにの監督を務めていたトーマス・トゥヘルの下でスカウトとして働いた。その時にトゥヘルに指導者の道に挑戦した方が良いと言われ、1860、ミュンヘンから U-17 のアシスタントコーチのオファーを受けたため指導者としてのキャリアをスタートさせることを決めた。その2年後 TSG1899、ホッフェンハイムに移ると、 U-17 チームのアシスタント、U-17 監督、トップチームアシスタントを務め、2013から14シーズンに就任したホッフェンハイム U-19 チームでは、当時26歳でチームを U-19 年代のドイツ王者に導いた。翌シーズンも決勝まで進出したが、シャルケレイ4に敗北し準優勝となった。ホッフェンハイム2015年10月、 2016から17シーズンからホフェンハイムのトップチームを率いることが発表されたが、2016年2月11日、前監督のフーブステフェンスが健康上の理由で辞任したことによって、前倒しでの監督就任が発表された。28歳での監督就任は、ブンデスリーガ史上最年少での監督就任で、スポーツ界においては、 史上3番目の最年少での監督就任であった。就任時、チームは広角圏内である17位に位置していたが、残り14試合で7勝2分5敗という成績を残し残留を勝ち取った。翌2016から17シーズンには3バックを軸にした3から1から4から2を採用するなど、自身の特色を出しつつ、前年度に残留争いに巻き込まれていたチームを、 ボルシアドルトムントと3位争いを繰り広げるまでに躍進させた。クラブは4位でシーズンを終え、ホッフェンハイムはクラブ史上初となる UEFA チャンピオンズリーグ出場権を獲得した。シーズン終了後に契約を2021年まで延長するという報道もあったが、二千十九から二十シーズンからの RB ライプツヒ監督就任が内定し、二千十八から十九シーズンの 契約満了をもって退任した。ライプツヒ2018の19シーズン終了後、RB ライプツヒの新監督に就任した。UEFA チャンピオンズリーグでは、グループリーグを首位で突破、ラウンド16ではモーリーニョ率いるトッテナムに勝利し、32歳231日でベスト8進出を果たした UCL 史上最年少の監督となった。 バイエルン2021年4月27日、同年7月より FC バイエルンミュンヘンの監督を務めることが発表された。ありがとうございます。